皆さんこんにちは、杉平雅子の野菜呼びニュース、お久しぶりでございます。ご無沙汰をしておりました。申し訳ございませんでした。ということで、なんか私考えてみたら4月、もしかしたらずっと休んでたのかなという感じがいたしますけれどもね、復活いたしました。ご心配をおかけしまして本当に申し訳ありません。久しぶりの杉平雅子の野菜呼びニュース、お届けしてまいりたいと思います。今回は申し訳ございませんが生配信ではないんです。実はこちらが放送される4月27日、皆さん何の日か分かってますか？あなた分かってるでしょうね。これですよ、これ、この当日でございますので、私たちちょっと生配信ができませんので、事前に収録という形でお届けしたいと思います。それではね、本日のコメンテーターをお招きしましょうかね。当日は絶対出てもらえなかったであろうこの方に来ていただいております。まずは、ナホさんです。はーい、ありがとうございます。はい、マサコ様復活。ありがとうございます。待ってました。本当に寂しかった？寂しかったよ。静かで良かった。だってレッスンの時にマサコ様がいないからみんな、ねえみたいな、ね。なんかちょっとしっくりこないよねみたいな。やっぱりさ、そのね、ちょっと一歩ずれる人がいないとね。やっぱりダンスにかけてはとっても前面に出られないので、ね、いやいつもなんかこうやって後ろから。ちょっとダンスレッスン早く復帰してくださいということで、はい、皆さん待ってますんで、よろしくお願いします。はい、そしてもう一方、はい、コメンテーターをお招きしましょう。はい、今日も怖いかな。なんでサングラス、サングラスの似合うこの方、はい、ジャッキーさんです。はい、久しぶりです。お久しぶりだと。いつも自分で運んでいただいて申し訳ありません。雪届かずに。ということで、はい、影の声がいますか？はい、影の声がいます。影慣れもね、あの後ほど登場すると思いますので、はい、ケビンがね、はい、どこかにおりますのでね、皆さん声を聞き逃しのないように、はい、お願いしたいと思います。ということで今日はこのメンバーでお送りしてまいります。はい、さあ早速なんですが、はい、もうこの放送配信の当日がこちらということで、はい、もうね、今数日前ということでね、もうなおさんこんなところに座ってる場合じゃないよって感じかもしれない。今見てる人、これ生配信じゃないですからね。じゃあ収録だからね。そうなんですね。もう私この会場についてますんで。そうですね、はい、当日だったらとっても出ていただけなかった、はい、そうですね、というところで、はい、まずはこれからねお知らせしていきたいと思いますが、はい、いよいよやってまいりました4月27日土曜日、はい、ファンキーダンスエディション2024、イエーイ、今年も行きました。当日です。今日です。今日です。なんかこれ今年はいつもより早いですよね、開催がね、時期的に。あ、そうですね、時期はそうです ね、はい、いつもねゴールデンウィーク中か、うん、ゴールデンウィーク終わった後みたいな感じだったんですけど、はい、4月27日、はい、連休の本当に幕開けの日という、ね、そうなんです、品川区にありますエバラ文化センター、はい、もういかがですか、意気込み。意気込み。今ちょうど今収録してるのが、はい、まあもう本番間近の3日前ですね。はい、なので、はい、あのでもね、意外と緊張はしてないです。さすがプロですね。でも多分当日、はい、あの撮影とかね、うん、ちょっとさせていただいたりとかしてるので、うんうん、いつも、はい、はい、なのでまあなんか緊張してる暇もないぐらいに多分動いてると思うんですけど。そうなんですね。はい、でもね、あの皆さんと、はい、あのもうここに向けて作り上げてきた作品が本当にたくさんあるので、うんうん、はい、ね、あのすごい盛り上がる、盛り上がり、はい、盛り上がりが多分ね毎年毎年やっぱ違うと思いますので、うん、見てても、見ててもね、見てても楽しい、楽しい、ね、ありますから、あのトップバッターぜひ見逃さないようにしてください。トップバッター、トップバッター、トップバッター見逃しちゃいけない、絶対見逃さないでください。絶対楽しいから。いや、なんかさ、それ聞いちゃうとなおさらあれですね。そして、はい、今年のテーマは私を探せです。私を探せ、はい、ナホはどこで踊っているんだっていうことになる。私を探せ、難しいんだ。去年も実はナホさんちょっと難しかったところありましたね、はい、そうですね、あの、うん、どこどこって、うん、私あの人かなと思って見てたけど、なんか一緒に見てた人で、うん、ナホはどこにいたの、
気がつかなかった人もいたみたいでしたよ。存在消してました。いや、わかんないぐらい化けちゃうのね。いや、でも、わからないと思います。今年も。今回はもっと。今年はもう、難易度マックスです。いやな、私を探せ。はい。それもまた一つの楽しみですね。そうです。え、踊ってたみたいな。出てた、うん、っていう。いや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 、感じですよ、多分。じゃあ、私も心してね、見てないといけない。はい、これ自体わかんないでしょ。そうそうそう、これね、ちょっとね、雰囲気違うよね、だいぶ大人ですよね、これ。これね、ちょっと、いいカメラで、いいスタイリストさんつけて撮ってもらった写真なので。今の写真？ちょっと前の写真ですね。はい、こちらはね、プロの方と、うん、あとはこう今頑張っていらっしゃる方と、はい、あとはいろいろなんか、うん、他の世界のね、はい、方々も お笑いじゃない、マジックお笑いじゃないマジックだとかパフォーマーの方ね。そうですね、パフォーマーでした、うん、はい、パフォーマーの方がいらっしゃるので、はい、なんか見て楽しい、うん、し、まあまあ舞台の方も楽しんでるんでしょうけれどもね、本日5時開場、はい、5時半開演ということで、はい、エバラ文化センター、エバラ中延駅から、はい、徒歩5分ぐらいですかね。はい、ね、そうですね、電車でも行きやすい場所です、ね。そうですね、うん、で、当日券あります？当日券あります、イエーイありますって、はい、じゃあ今からでも間に合いますよ。間に合います。これを見たあなたは必ず当日ね、向かってくださいね、はい、今から向かってください。今から GO ですよ、GO、 今から GO。 もう向かってる人もいるかもしれない、いるかもしれないけどね見ながら、まあ、5時半開演ということなんで、ね、はい、そうですね、そこまでに入っていただければ、はい、何ステージぐらい出るんですか？え、私ですか、うん、私はですね、2ステージ、2ステージ、はい、2ステージに、この2ステージにかけておりますね、私は。かけてる。え、それは何、ね、奈穂さんが登場するのが2ステージ、ね、はい、そうですね。で、あと、まあ、それ以外にもいろいろ指導されたとか、はい、作品を作らせていただいたのは一作品です ね、うん、すね、それには私は出ないので、うん、はい、若手組がね、ガンガンに踊ってくれます。すごいですね、ガンガンですね、はい、なんかほら去年の夏、サマーキャンプやったじゃないですか、はい、あの時においでになったメンバーさんなんかも、はい、そうですね、出られるんでしょうかね、はい、私の作品になんと出てくれるんですよ。おー、はい、じゃあどっかで見たことある人が踊るかもしれないし、うん、そうですね、うん、まあ、でも楽しいですよ。私たちもね、ジャッキーさん何回かお邪魔しましたけどね、はい、やっぱり見てるのも楽しいですよね。ありがとうございます。あっという間に時間が過ぎてしまって、うん、はい、それでなんか見ただけでもしかして私もダンスが上手くなるのかなっていうようなね、いや、ちょっと分かります、錯覚、わかります。大きな錯覚なんですけど、感性は磨かれてますよね。あ、そうですね。そういうこういうのをね、やっぱりいいものを見るっていうことがね、うん、それは大事だと思います。アイマスク。アイマスク、何アイマスクいるのか、お昼寝タイムにしちゃうのかしら。お昼寝タイムあんのかな。ケビンは持たないのかな。いや、ケビンもしかして午前になんかするとか。いやいや、今回ちょっと時間の遅いから、うん。あ、そうね。そうだった。確かに。終演が8時ぐらいになりますかね。そうですよね。そうするとね、うん、良い子のお休みタイムになっちゃうかもしれませんけど。もう眠いよってことになるかもしれないですが、そうですね、でもね、そんなこと言ってられないぐらいに、ね、たくさんもう刺激なので、家で結構この運びがいいから、うん、あっという間にね、吸い寄せられて時間が過ぎてしまうっていう感じなのでね、子供たちの声援もね、すごいですね。そうですね、もうついていかないですもんね。知ってる人が出るともうなんかすごい黄色い声、はい、そうなんです。それでは皆さん、まだ間に合いますので、はい、ぜひエバラ中延までおいでください。お待ちしております。お待ちしてます。私たちも当日会場におりますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら5月にある行事なんですけれども、はい、これはやっさウェブダンススクールの、ね、はい、生徒さんたちが活躍させていただく一つの場なんですけれども、はい、千葉県は茂原市ですね、はい、茂原、七夕で有名な茂原市さんの方で、社会福祉協議会の主催になるんでしょうかね、はい、そうですね、福祉子ども祭りというのが毎年5月に開催されております、はい、そしてなんとこの、イベントの中にやっさウェブダンススクール、はい、ご招待を。はい、そうなんです。すごいですね、はい、今年初めて、はい、参加させていただくんですけど、はい、2月に行われたやっさウェブフェスティバルにですね、はい、この、社会福祉協議会の方がいらしてくださいまして、はい、で見て、それを見てですね、依頼をしております。うそうなんですね、はい、じゃああれですね、もうぜひうちの方へお越しくださいっていうことで、はい、
お呼びがかかって、はい、そして私たちいよいよ茂原市に進出ということで、ね、進出でございます。はい、ありがたいですよね。本当ですね。どこでね人の縁ってつながっていくのか、はい、すごくね楽しみなところですけれども、今回は、まあ5月12日日曜日ということで、はい、母の日ですね。そうですね。母の日の日曜日に茂原市内の、市民センター、はい、総合市民センターというのがね、はい、あるんですけれども、そちらの会場で開催をされます。はい。そして、ね、これはダンスのイベントだけではなくって、いろいろやっぱり福祉の子ども祭りっていうことなんで、うん、はい、福祉のことについてのね、いろいろ理解を深めていただこうとかいうことで、うんうん、福祉の体験コーナーがあったり、はい、ウォークラリーがあったり、模擬展が出たり、はい、模擬展楽しみですね、うん、でそれにプラスしてステージプログラムというのが、はい、10時から、2時ぐらいまであるということですね。10時オープニングセレモニー、はい、その後キッズダンス、はい、スタジオ BSK さんですかね、はい、とキッズダンスあり、あとはシャボン玉パフォーマンスあり、うん、11時半からヤッサウェーブダンススクールの出番でございます。はい、これ11時半から1時間ぐらいですか。いやそんなにできないですよ。あんで、子供、ま、この福祉子ども祭りの方はですね、はい、25分間ですね。25分間。はい、やらせていただけるので。11時半から12時頃までということの25分間ですね。はい。ワンステージ。ワンステージです。ワンステージ。突っ走っちゃう感じですね。ほぼほぼ新しい新曲になると思います。はい。新曲、新曲。はい。なのでね、皆さんね、もう見逃せません。はい。はい。そして、なんといっても、チャレンジドクラスですね。の、メンバーがですね、新曲で、はいはい、中心となってやりますので、それぞれのソロパフォーマンスがなんとあったりとか、チャレンジドのソロパフォーマンス、はい、すごいですね。ちょっとね、なんか新しい挑戦をしてみようということで、うん、チャレンジドクラスも成長しましょうということで、すごいですね、うん、なんかやってみようかなって言って入れてみたんですけど、うんうんうん、もう子供たちノリノリでやってます。うわすごいですね。なんか自分の番、自分の出番を覚えなきゃいけないんですよ。うんうんうん、そのね、はい、順番を覚えて、はいはい、この人の後は僕とかっていうのを覚えながら子供たちやっております。うんうん、すごいですね。はい、じゃあもう練習にも熱が。まあ、数入っているかなという感じがしますね。はい、もうチャレンジドの方々、うん、この間お花見にもね行かれたみたいでね、うん、そうです、ちょっとだけ、ね、本当に学校班でね写真みんなすごいいい感じで写ってましたけど、ほんのちょっとだけ、いやでもすごい楽しそうな雰囲気が伝わってきたし、あれでまたねこうチームワークも深めて、うん、そうですね、みんなで一致団結っていう感じでね、はい、すごくいいなっていうふうに思いましたけども、うん、チャレンジドクラスも子どもさんたちも新曲の披露があるということで、ね、はいはい、そうなんです。11時半から25分間ちょっと見逃せないかなっていう感じがいたしますね、はい、ぜひぜひぜひお見逃しなく来てください、はい、でその後には茂原北陵高校のダンス部ということで、はい、これ結構有名な学校ですよね。そうなんですよね、私の母校なんですけど、ね、ダンス有名な学校の高校生の方々が踊ってくださるということ、ね、楽しみだなーなんて思って、そうですね、久しぶりにね北陵のダンス部の、うん、ダンスを見るので、わーいいですね、とても楽しみだなーなんて思います ね、 はい、そして中之島太鼓の披露、はい、和太鼓ですね、和太鼓ですね、これは茂原のね、はい、地域の方々なのかなっていうふうに思いますけれども、はい、そんなんでステージももちろん見逃せないんですけれども、はい、あと会場内ね、うん、いろいろ区分けされていて模擬店があったり、はい、体験コーナーがあったりっていうことでね、いろいろ楽しめるようですので、はい、こちらも5月12日日曜日休日のね一日をぜひおいでになっていただきたいと思います。はい、茂原市、総合市民センター、はい、茂原市町本っていうんですかね、うんうんうん、割合町の中っていうか駅からは比較的近いと思うんですけれども、はい、ね、ちょっと検索してみていただいてね、はい、場所を調べながらおいでいただければと思います、はい、インスタグラムもやっていまして、うん、はい、ちょっとリンクを概要欄に貼っておくので、はい、皆さんぜひぜひご覧いただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあヤッサウェーブダンスクラブ、ダンススクールの方々はこれに向けてまたね、はい、まずは頑張っていただいて、はい、はい、まさこ出るんですか。いや私ね実は出ようと思ってたら今回大人の出番はありませんって言われちゃってそうだね、内心ちょっとほっとしたりなんかして、そうですよそれね
スローパフォーマンスがあるからやめとくか。いや一応ほら福祉子供祭りってなってるじゃない。福祉あのちょっとね時間が足りなくてですね、今回大人のあの演出はないんですが、はい、ちょっとねサポートメンバーとしてねいてもらわないと困っちゃうので。じゃ あ, あれは出るの、その後やる大きなイベントは出るの、その後でやる大きなイベント、大きなイベント、うん、反転木祭り、いやちょっとどうしようかなって考えてるんだけど、いやでも出番ないかもしれないよね。でもさ、それないと雅子様練習の成果をメインなんですよ雅子様、いつもいいところにいるんだけど、いいとこ取りでも間が悪い、いいところにいるんだけどさそれいてもらわないとやっぱ困るんだよなみたいなちょっと考えてみる、はい、考えるところじゃないよね、考えるところじゃなくてやって練習してよって感じですよね、考えるより練習はい、当日は残念ながら杉原雅子このステージには出ておりません、はい、12日ね、あの多分ね雑用係でちょろちょろしてると思いますので会場にはいらっしゃいますんで、気になったら声かけてください、よろしくお願いしますということでね、奈穂さん、はい、この後も実は今ケビンがちょろっと言ってましたけどね、はい、その反転木祭りということで、はい、5月19日、はい、この翌週の日曜日、そうなんです、今度は朝日病院さんのね、はい、あの盛大なイベントですよね、うん、5年ぶりの開催です、あそんなになるんですか、そうなんですよ、ずっとお休みしてたんですね、お休みそうお休み、ね、まあコロナ明けてからね、うんうんうん、ちょっとまあしばらく経っていろいろな、ね、ものを乗り越えて朝日病院さんもね開催に踏み切ったということなんです、はい、懐かしいですね、あちらも随分ねこう盛大なお祭りでしたよね、うん、そうなんですよ、ね、すごい気合い入れてるんですよね、いやーもう気合い入ってますよ、気合が入ってるでしょうね、担当の方も気合い入ってるし、私たちもね、はい、あの5年ぶりということで、うん、本当に楽しみにしているので、はい、はいはい、あの1時間のダンスパフォーマンスをさせていただけるということで、1時間もいただける、はい、素晴らしいですね、そうなんですよ、ちょっとした発表会ですね、発表会ですね、本当ですね、本当そうなんですよ、ね、そちらの方は千葉県の東金市内にある、ね、はい、浅井病院という場所になりますので、はい、またねおいおいに、はい、あの詳細決まったらお伝えしていきます、会場はどうなんですか、浅井病院、浅井病院さん、はい、敷地の中にステージを作ったりとかするんですかね、はい、じゃあね、模擬店もいっぱい出てね、そう模擬店がねまたこれがいいんですよね、楽しみですよね、楽しみですね、はい、まあね本当にこれから春、はい、いろんなところでイベントが開かれますのでね、皆さんもぜひお近くのところとか近くじゃないところもね、はい、うん、行ってみていただいて楽しんでいただきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします、あの YDS の方々への応援メッセージもよろしくお願いします。そしてゴールデンウィークですね、いよいよね、そうなんですよ、ゴールデンウィーク久しぶりにちょっと実りの里に行ってみましたらね、はい、まあ、実りの里さんもゴールデンウィークでいろいろやりますよということで、はい、27日から5月6日まで、はい、なんか全館で1000円以上のお買い物をしていただくと、うん、お買い上げレシートで先着200名様にプレゼントがあります、はい、ということなんですね、なくなり次第終了ということなんですけれども、はい、なんかあの東金ネギ味噌ドレッシングだとか花の苗だとかその日によって毎日違うみたいなんですけれどもね、あの1000円以上お買い物してレシート入って見せると200名様限定ですけれどもね、うん、プレゼントがあるということです、はい、そして5月2日からこれハマグリパスタ、ハマグリパスタこの時期ならではって感じですけども、ね、いいね、レストランとっちいのでいよいよ登場するようですよ、はい、ハマグリのパスタが出てまいります、九十九里産のハマグリを使ったパスタですね、ですよね、やられてて美味しいんです、美味しいんですよ、もうみんな私たちやられてます、結構ゴロゴロ、ね、入ってたり、ね、ゴロゴロ入ってるのこれでもかっていうぐらいね、大粒なのが入ってたりしますけどね、はい、楽しみでございます。そして実りの里さんではやっぱりいろいろな体験のねイベントも用意しているようで、はい、あのミニ盆栽を作ってみようとか山野草の寄せ植え教室とかね、はい、いろいろあるようですので、まあ、詳しくはホームページなどを見ていただいたりしてね、はい、あのお出かけになってみてはいかがでしょうか。いやゴールデンウィーク中気持ちいいんじゃないですか、実りの里とお金でね、あの母の日の、ね、プレゼントを探しに行ってもいいかもしれない、あいいですね、それもいいですね、確かにそうだそうだ、マザーズデーフラワーギフトセレクションなんて、うん、ね、いいですね、あります、あります、はいはい、そうですそうです、そうだよね、たまにはね母にねなんかしないとねなんかしみじみ言ってますけどいつも文句ばっかり言ってないでね、たまには感謝もしないといけませんね、はい、そうですね、4月26日から期間限定でね、はい、東金さん生いちごかき氷ってなんでしょう、これなんでしょうね、なんでしょうね、生いちごのかき氷だって、いやー、いいね、なんかほっぺたが落ちちゃいそうね、
いちご狩りもね、まだね、5月半ばぐらいまでできるみたいですので、予約制ですけれども、はい、まあ、あの予約状況を見ていただいてね、うんうん、もうなんか三角とか、はい、ダメとかっていうのも出てますけれども、はい、予約が取れればできますので、はい、値段もちょっと以前より下がってる感じですので ね、 なるほど ね、 ね、ぜひ皆さん行ってみていただきたいと思います、はい、私ちょっと先日行ってきましたら平日だったのに、うん、結構車入ってましたね。祈りの里10周年迎えたそうですので、ね、はいはい、皆さんで盛り上げていただきたいと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、はい、お送りしてまいりましたけれども、ケビン何かありますか？ありません。さっきなんかごちゃごちゃ言ってたけどね、聞くとこんな感じですけどね。今日の野菜部ニュースはこのメンバーでお届けしてまいりました、はい、また5月から通常通りのね、はい、野菜部ニュース生配信でお届けしてまいりますので、はい、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、いい連休をお過ごしください。今日はこちらへどうぞ。今日はこちらへエディションで待ってます。お待ちしてます。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。やっさーウェブチャンネル YouTube 配信チームがお届けいたしました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではいきますよ。5、4、3、2、1、へー。